ビバリシーガナベイベアロハ。今日の今県ハワイライブです。はい、今日もですねワイキビーチから、今県ハワイライブお届けしてます。はい、今日なんですけども2021年7月の19日月曜日です。はい、今日はですね月曜日なんでも皆さんお分かりですよね。はい、太平洋の中心から愛を叫ぶハワイからハッピーバースデーのコーナーです。はい、マンデーにハッピーを唱えるということでハッピーマンデー、略してハッピーマンのコーナーです。はい、昭和の方笑ってください。はい、この企画はですね今県が太平洋の中心ハワイワイキビーチから360度回りながら世界中の今週誕生日の方々を祝うというコーナーです。はい、もう皆さんご存知ですよね、毎週毎週やってるんで。はい、それではですね皆さんもですね今週も一緒に愛を叫びながら今週誕生日の方々にお祝いの言葉を送りましょう。はい、もう夕暮れ時の今ハワイなんですけども相変わらず波いいんだよな。はい、なんか最近ずっと波乗りが遠ざかってるわけですけども、皆さんから波乗り動画待ってるよバンバン、そういうリクエストいっぱい来たらやりますよ。はい、ということでですね、はい、皆さんからのリクエストお待ちしております。はい、それじゃあですね行ってみましょう。あその前に、昨年2020年7月1日から今県ハワイものすごい数の動画の数上げてきております、 YouTube の方にですね。はい、でなんと今日のこの動画で904本目、すごい数字になってます。はい、その904本目の動画、その動画でですねお誕生日言われる方々今週どなたがいますでしょうか。はい、じゃあそれじゃあですね早速いってみましょう。はい、まず7月19日ハワイの今日ですね、日本では昨日だったかもしれませんけども、この1日違いの時差っていうのがねなんとも微妙ですね、いつもね思うんですけど。はい、今県がですね昔働いていた会社の超お世話になった大先輩、はい、山口さん、はい、お誕生日おめでとうございます。はい、山口さんにはですねいろいろお話したことがあるんですけども、まずですね今県が若造の頃生意気な新入社員で生意気な後輩でしたが、はい、温かくねご指導、時には叱咤激励ありましたね、ありがとうございました。はい、そんなですね山口さんのおかげで、今県昨日もこうしてなんか立派な大人になるのか不思議ですけども、はい、こうしてハワイで頑張っております。はい、そしてですね山口さん自身がですねもうね世の中的にすごいなんか超偉い人になっちゃいましたね、超有名な人になっちゃいましたね。はい、なので敷居が高くなった感は否めませんが、はい、相変わらずですねあの日本に行った時にはお会いさせていただいてやんちゃな今県に戻らせてください。はい、それでですねその際にはぜひぜひですね、はい、あの赤坂の夜思い出すような、そういうことねなんか勘違いされる方いるかもしれないから、鍋ですよね、鍋ですよね、鍋のを食べた赤坂の夜。はい、またですねぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、山口さんお誕生日おめでとうございます。はい、それからですね7月の22日、この方もねハワイ在住の方なんですけども、ブラの世界では有名人です。ともこさん、はい、フルネーム言うとちょっと分かっちゃうかなと思ったんで、ともこさん、はい、お元気ですか。いやーなんか久しくはしてないんですけども、実はねともこさんと今県なんですけど、もうすごい昔からのお付き合いなんですよね。はい、ともこさん覚えてらっしゃるか分かんないんですけども、今県がですね人気女性雑誌のコーディネーターをしていた頃、はい、ともこさんのご自宅をお借りして撮影しました。はい、実はねその頃からのお付き合いなんですよ、ともこさん覚えてます。はい、それからですねびっくりしたんですけど、娘が通ってた学校の日本語の先生やってたんですよね。はい、でなんか
そういう意味も含めて娘も一緒にお世話になったのかなと思って、改めてここでお礼言わせていただきます。智子さんありがとうございました。でお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。はい、それからですね、7月の22日来ましたね。はい、今県が日本で働いていた時の会社の先輩宮崎さん、お誕生日おめでとうございます。ハワイからお祝いさせていただきます。はい、ただですね、あの会社の頃あんまり接点なかったかなっていう感がありますけども、今ではこんな時代でこうして日本とハワイとで SNS とかこう YouTube を通してつながりますよね。はい、なぜか分かりませんが宮崎さんのお誕生日、月を見ながら言わせていただきます。お誕生日おめでとうございます。はい、あー山はい、宮崎さんチャンネル登録よろしくですはい、それからですね、7月22日今日たくさんいるんですよ。はい、今県がですね、日本で働いてた頃のやっぱりですね、会社の先輩おきよりさん、おきよりさん元気ですか。はい、おきよりさんお誕生日おめでとうございます。はい、で何年ぶりですかね、おきよりさんね。はい、あの会社を離れてからのおきよりさんの大活躍、今県の方、伺っております。はい、素晴らしいと思います。はい、そしてですね、マミさん、山田さんとともにですね、今県のことをナウって呼んでた人、の一人ですよね、おきよりさんね。なんかすげー懐かしいんですけど、そういったことをね、さっき原稿に書いてたら、はい、思わず笑ってしまいました。はい、おきよりさんお誕生日おめでとうございますけど、あのやんちゃなね社員だった今県をですね、可愛がってくださって、ナウってなんかね結構呼び方が可愛かったですよね。はい、あの頃から今県確かシェゲラベイビーって言ってたの覚えてますか。はい、ということで、おきよりさんお誕生日おめでとうございます。こうして今県ハワイにいますんで、ハワイに来られた際にはぜひぜひですね、あの声かけていただいてハワイで再会させてください。よろしくお願いします。はい、それから7月22日なんですけれども、7月22日もう一人すごい大事な方、まあ大事な方っていうかですね、今県にとってですね、本当大事な大事な大切な大切な大親友。はい、ここでねちょっとあえて名前を伏せておきますが、はい、本当にねいつもいつもありがとう、本当にありがとう。はい、ダイヤモンドヘッド見ながら地球4分の3周して、はい、感謝の言葉伝えたいと思います。でこんな時代になっちゃったんで簡単に会えないんですけど、2019年はどうだったかな、なんか日本に行くためにいろいろあったし、いろいろお世話になってて本当にありがたく感じてるんですけども、まあね、簡単に会えなくなっちゃいましたけども、太平洋の中心ハワイから日頃の感謝の気持ちを伝えます。日頃ですよ、日頃、今もね感謝してますよ。はい、ね、まあなんかこういうことね言うの恥ずかしいんで、結構恥ずかしいよねお互いね。はい、ということであっさり、ね、お祝いさせていただきますが、またね改めて、お誕生日の、メッセージを送らせていただきます。はい、お誕生日おめでとうございます、今県の大親友。はい、それではですね、7月22日たくさんいましたけど終わりました。で7月23日、いや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 、最近ですね、今県ファミリーを盛り上がってくださってる今県ファミリー唯一のサーファーなるさん。はい、今日のワイキの沖の波こんな感じですよ。はい、なるさんハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。はい、やっとね波乗りを一緒に語れる波情報、1年ずっと毎日やったんだけど、なんかねリアルサーファーからの反応があんまなかったんですけど、なるさんだけは違いましたね。はい、なるさんありがとうございます。はい、それでですね、皆さんなるさんのことご存じないかもしれないんで、今県ファミリーも含めてちょっと説明しますが、この方ね日本のサーフィンの大会でのジャッジ、それからね、日本のアマチュアのですね支部長も務めてたりとかする、バリバリのサーファーです。はい、今県よりは年上なんですけども、そうですね、ナルさんと一緒にサーフィンできるの楽しみにしてます。でね、その時にはいろいろ聞きたいことあるんですよ。なんかね、ナルさんちょっと教えてください。まずですね、こう一発ファーストターン決めた後に歩いてノーズに行って5決めて下がって
カットバックしてっていうような乗り方がいいのか、それともこういきなりこうバーッとマニューバーで行ってこういう感じで行くのがいいのか、どっちがポイント高いんですか。はい、それちょっと教えてください。最近ですね、その辺重点的に練習しようと思ってるんで。はい、じゃあのコメントを待ちしております。はい、それからですね、7月24日、今県の昔の歌手の同期岩花ちゃん、はい、お誕生日おめでとうございます。今年も祝わせてもらってますよ。はい、でね、独立起業後、去年独立したんだよね。すごい時に独立したよね。はい、その後どんな感じですか。まあね、きっとこんな時代でもあの今県の同期ですからタフに生きてますよね。はい、ということでハワイでね、ぜひぜひお会いしましょう。で、その時にはですね、あの当時の会社の思い出話とか、それから独立起業されてからの苦労話とか、でこんな時代ですからこんなことがあったよっていう話をですね、面白おかしく飲みながら、はい、一緒に話したいですね。はい、じゃあハワイで待ってますよ。はい、そしてですね、今週のお祝いされる大鳥の方、いやいやいや、ちょっと皆さんこの方びっくりすると思いますよ。はい、ハワイの有名 YouTuber、 知らない人はいないですよね。はい、あの人の奥様でなおかつ有名インスタグラマー、はい、名前言っちゃいましょう。多分こっちの方角かな、こっちの方角。はい、オクサンダルさん、お誕生日おめでとうございます。はい、昨年に引き続きですね、お祝いさせていただいております。でね、今年ね、今県が勝手にお祝いしてますね、今年はですね。はい、皆さん覚えてるかどうか分かりませんが、昨年はですね、実はね、サンダルさんが自らね、今県にオクサンダルのオクサンダルさんの誕生日を祝ってほしいっていうコメントが入ったんですよ。はい、でですね、覚えてるかな皆さん。はい、ワイキビーチにあったあのフリーメイソンなのかな、わかんないやろ、オブジェ、あの前でですね、今県熱唱したんですけどね。はい、それで、ね、お祝いの後に、その当日かな、なんかですね、今県のインスタに DM が入ったんですよ、オクサンダルさんから。でね、すごいびっくりしたんですけど、実は今県とオクサンダルさんって前から知ってたんですよね、知り合いだったんですね。全然あれの日まで気づかなかった。はい、それでですね、なんかあの頃は結構ほら、まだ挙動犬だったじゃないですか、今県じゃなくて、もうなんかね、挙動不審な挙動犬だったんですけど、はい、そのオクサンダルさんのおかげでね、なんかあのもういいやーって弾けちゃった感がありましてですね、おー、落ちた落ちた落ちた、はい、弾けちゃった感があった、弾けちゃった感があって、今みたいなこうしてハイイマケンションのイマケン笑い、そしてシェゲラベイベーなイマケンでやらせていただいております。まあね、だからね、イマケンがこうなったきっかけの一つはオクサンダルさんっていうか、サンダルさんからの、お祝い、あの時から、実は知り合いだった、あ、知り合いに見られてんだっていうね、なんかね、もう開き直りかな、あの辺からですね、今県は変化したって自分で思ってますね。はい、なんできっかけくださってありがとうございました。はい、サンダルさん、奥サンダルさん、ともども、今後ともよろしくお願いいたします。はい、こっち向いてペコリ。はい、それじゃあですね、世界中、日本中、そしてハワイ在住の7月19日、20日、21、22、23、24、25日生まれの方々、お誕生日おめでとうございます。はい、じゃあ毎週恒例となりましたこのですね、ハッピーマンデー、ハピマンの、日なんですけども、今話したらなんかこのオブジェにすごく気に取れちゃった。なんだろうねこれね。はい、ハピマンの日に恒例のこの樹齢100年以上を超える樹齢100年を超えるバニアンツリーの前で、はい、今現在ですね、ワイキビーチの水の中に皆さんの代わりに水に浸かって360度回りながら世界中の方々に歌ってみましょう。はい、じゃあ今週からね、皆さん見てる人たちも一緒に歌ってくださいね。はい、いきますよ。はい、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear。 はい、山口さん、はい、今県うさぎ大好きです。はい、ハ
ッピーバースデーディア桃子さん、はい、今度フライのことハワイのこといっぱい教えてください。はい、そしてハッピーバースデーディア宮崎さん、はい、宮崎さん、あのフェイスブックの写真大笑いです。はい、それからハッピーバースデーディアおきよりさん、はい、またですね、日本で会ったら再会したらシェゲナベイベーナウっていう感じでお会いさせてください。はい、そしてハッピーバースデーディア今県の大親友、はい、いやなんかこの企画でなんかお誕生日おめでとうっていうのはすげえ恥ずかしいんだけど、なんか気恥ずかしいんだけど、はい、けどいつ会えるか分かんないし、こんな時代だからいつ会えなくなっちゃうかも分かんないから、はい、きちんと感謝の気持ちを伝えておきます。本当に本当にありがとう。ちょっと涙ぐんできちゃったよ、本当ありがとうね。はい、それからはい、ハッピーバースデーディアナルさん、はい、ナルさんサーフィン教えてくださいね。はい、それで、はい、ハッピーバースデーディア岩花ちゃん、はい、岩花ちゃんハワイでご馳走してね。はい、そして今日の鳥のハッピーバースデーディアオクサンダルさん、はい、全員言われましたね。ハッピーバースデートゥーユーということで、もう本当すごいですね。自分でもすごいと思うのが904本目という事実よりもこのずーっと喋り続けてね、なんか本当すごいですね、この今県通称はね。笑っちゃうよね。はい、ということで、はい、カップルが写真撮ってもらうみたいです。はい、じゃあこの幸せそうなカップルにもハッピーバースデーディアカップル誕生日じゃなくて多分新婚旅行かなんかだと思うんだけどね。はい、こうやってですね、人のハッピー見てるとやっぱ自分もハッピーになりますよね。人のハッピーを祝ってると自分もハッピーになりますよね。でこの言霊はきっと皆さんの誕生日、皆さんの大切な記念日にも自分に返ってくると思います。はい、なんで世界中に愛を振りまきましょう。はい、ということで、皆さん、はい、今週も世界中のお誕生日の皆さんを、お祝いしていただきました。はい、今県なんですけれども、このですね、太平洋の中心から愛を叫ぶハッピーバースデーのコーナー、これをですねまだまだどんどん続けていきたいので、皆さんも、この企画、応援コメント、それから高評価ボタン、それから、チャンネル登録してない方、当然祝われた方々はチャンネル登録してくださいね。はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、それから、この企画、皆さんもですね、私も祝ってって方、今県ファミリー公式 LINE に登録してから今県の方に、リクエストください。はい、今県の気分次第でやるかやんだか決めますけども。はい、ぜひぜひですね、このコーナー応援の方よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マロシェゲラベイベーバーイ。